こんばんは。今ちょっと嫁ランドさんはこちらのテーブルの下でジョビちゃんのお世話中でございます。マリコさん、登録者が増えて本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に一気に増えました、おかげさまで。姫だるま1128さん、こんばんは。どうも。ナナさん始まるということで、こっちコマーシャル入りました。皆さんとこはいかがでしょうか。音声映像届いてますでしょうか。鈴木歌さん聞こえたって、こんばんは。どうでしょうか、どうでしょうか、いかがでしょうか。鬼沢和彦さん、こんばんは。鳩サブレ食べながら見てます珍しい、美味しいよね。アンさん、音声映像バッチリ大丈夫ですよ、ありがとうございます野中ひろみさん、1リットルジョッキで飲みながら待機してます。いいですね。まあ何飲んでるのか分かんないけど、まちゃママさん、音声映像バッチリですということで、よろしくお願いいたします。こんばんは、藤原ランドです。さあ今日もですね、生配信やっていきたいと思うんですけど、先週はゴールデンウィーク中の生配信でした。今週は明けて、皆様日常が戻ってきて2日目なので、あーしんどいなっていう感じじゃないでしょうかよろしくお願いいたします。お付き合いいただけたらと思っております。ユーランドさん、ベンツの調子はどうですかということで、もうあのタイヤ交換しまして、全部4本ともバッチリでございます。何の問題もありません。あの残りのタイヤを見たあのタイヤ屋さんが、買いといてよかったですねっておっしゃってくれましたので、本当に逆にいいタイミングで、嫁ランドさんがパンクさせてくれたんだなと。なんで私のせいなの、だからやっぱりタイヤが良くなかったってことじゃない別に私のせいじゃないのよ、だから感謝しております。なんでよ。はい、ということでね、先週の水曜日の動画で、花輪チャンネルさんとコラボさせていただいたのを公開させていただいてから、一気に1000人以上の方が登録者増えまして。あ、そんなに。そうですよ、すごいですね、一気に増えました。本当にありがとうございます。来ていただいた皆様も、花輪家の皆様もありがとうございます。こうやってね、ひょっとしたらこの今ご覧になられている中で生配信見るの初めてだよなって方もいらっしゃるかもわかんないので、よろしくお願いいたします。こうやって一人で配信するわけではございません。今ちょっと嫁ランドがちょっと愛犬のお世話をしておりまして、すぐにこちらに座ってくれますので、そしたらいつも通りの、2人での生配信となっております。はい、もう腹いっぱいで、もう目が眠たそうになってるサミさん、今夜もこんばんは、ようこそ。プカさん、嫁ランド鼻声、体調変わりないですか。なんかね、鼻声だけになっちゃってるんですよね。そうなの。はっちゃんさん、コラボ効果ってすごいですよね。いや、すごいんですよ、ほんと、ほんとありがたい。もっちんさん、ドローンの時から登録してますありがとうございます。逆にどうして登録してくれたんだろうドローンの時はあの3000人のチャンネルでしたから、その3000人の方は今生配信見てくれてはんねんのか、こうやって、貴重、ありがたい。はい、ありがとうございます。しなつけいさん、初めてリアルタイムしてます。いつもアーカイブで見てたので、初でドキドキしてます。現在29歳、高校生の時からライセンさん好きでした。今こうして、また応援できるのが嬉しいです。嫁ランドさん、ちびランドちゃんももちろん大好きです。ありがとうございます。高校生の時からね、じゃあもうかなり長い間応援していただいているということで、これからもよろしくお願いいたします。はい、小桃桃さん、ジョビさん、おねむなんですけど、今置いたらすごい歩き出しました。腹ごなしの運動をしております。マオチーンさん、昨年のゴールデンウィークに妊娠報告したものです。今月で5ヶ月になるので、離乳食が始まります。ゆるくやっていきたいと思います。お疲れ様でございます。結構大変な時期かな。離乳食の頃ってまだ睡眠が安定してないっけ、あんまり。いや、がっつり寝るけど。やめてた。いや、あ、5ヶ月か。5ヶ月やったらまだちょっと5ヶ月だから、夜泣きもあるか。うん、もう忘れるな。でも
司法司法さん、ちびらんどちゃんに髪型おじいさんと言われてもうあの髪型はしてないですか。いやしてますね、あの髪型してます。別に娘に言われたところで別にね、まあおじいさんに見えてるんでしょう彼女には。空飛ぶライオンさん、先輩芸人さんとのコラボの時にカメラマンが森木さんだとなんか失礼な言動がないかとちょっと心配です。なるほど、それはちょっとまあ確かに心配なんですけども、あの逆に言うとですね、アホの森木さんをっていうことがもう浸透してますので、それをわざわざ怒ってきはる先輩もおらんのじゃないかなと思っております。意外となんか今のところね、しかもカメラを持ってるとアホの森木さんじゃないんですよね。意外としっかりしてるんでね、助かっております。森木さんってそんなに失礼なこと言うような人じゃないよね。そうね、ものを知らないかな。うん、京都出張所長さん、お晩ですお晩でございます。挨拶だけいただきました。花はラビットさん、花はファミリーさんのコラボ見ました。すごく良かったですね。本当楽しくやらさせていただいて最高でしたね。またぜひコラボのお願いを、オファーを出したいですね。気持ち的にはもう来月いかがですかって言いたいぐらいですけども。NACZ さん、ドローンチャンネルからも見てますよ、ありがとうございます。斉藤優さん、ケイチョンさんとのコラボしてくださいケイチョン先輩ね、ケイチョン先輩とコラボって何したらいいんだろう。なんかこう、あ、でもパスタをすごい作りはるもんね。パスタ大好きだよ。ケイチョン先輩のパスタえらい美味しいらしいで。食べたい。うん、人類最強の男さん、ジューマニはもう目と鼻の先ですね。ね、そうなってくれるといいんですけども、10万人ここまで来ると本当楽しみで仕方ない。でもずっと目と鼻の先だよ。まあね。まあ気長に待ちましょう。つむぎとみとみさん、母の日のお写真とても素敵でしたね。そうですね。あれ動画自体の中から切り抜いた写真なんですけど、あのコミュニティの方に上げてますけど、すごい良かったですね。嫁ランドさんも喜んでくれて、ちびランドちゃんも一生懸命買い物に付き合ってくれました。アラフォーのつぶやきチャンネルさん、ダイエット中に花輪チャンネル見ると9割の確率で失敗します。いや、それは失敗するでしょうねめちゃくちゃ美味しそうやからな、いつも食べてはんのが。しかもボリュームがっつりいきはるから。優作さん、森木さんの撮ったやつ画質悪かったの気のせい。あのね、あれ何件か画質悪いっていただいたんですけど、あれ森木さんのせいでも何でもなくて、森木さんがカメラマンやったからああなっちゃったんじゃなくてね、逆光があの日すごくてですね、ちょっと僕が渡したカメラが逆光にそんな対応できてるやつじゃなくて、あれ僕のミスなんで森木さんのせいじゃないんです、すみません。あれ完全に僕のチョイスミスで、で森木さんが入ってくれたので今後ああいうことが増えるのでね、ちょっとあの森木さん用のカメラも買いました、あれじゃないやつを。なので今後それを持って森木さん活躍してくれると思います。夏さん、この前の生配信でルミネにファンレターを送ったものです。無事届きましたでしょうか。多分読ませていただきました。滋賀の人じゃないかな。ありがとうございます。ナナスさん、ライセンスの配信がなくて寂しいです。妹さんは大丈夫ですか。いや大丈夫なんですけど、あのまあ感染しちゃったのでその間に撮れなくて、今素材がないんですよね。なのでアップできてない状態でございます。お待たせいたしました。別に終わったわけではございません。はい、嫁ランドさんです。どうも。YN さん、4時間のサービス残業終わって間に合いました。看護師限界や。4時間もサービス残業があるんですか。
え、どういうこと？お金にならないってことでしょ。頭下がります、看護師さん、ほんとせいぜい40分だよねいや、ほんまね、気持ちはね、うん、あららららま、まや木原さん、今来ました、ようこそ、ありがとうございます。嫁ランドと同じタイミングですきなこさん、バッファローさんは先輩後輩、竹若さん YouTube 始められました、コラボ希望します。大先輩ですえ、竹若さんと木村さん、俺の後輩に見えることある？木村雄一さん、違う違う違う、バッファロー五郎の A 先生、うん、ああ、うん、大先輩です。千原さんと同期ですから。でもお若く見えるもんね。まあね、竹若さん初めあったんや、すごいな。何かな、 DIY 的なやつかな。藤原さんとかも同期、同じだよね、うん。ゆうかりさん、サービスエリアで働いています。今年は制限なしだったのでたくさんのお客さん来ました。疲れた。まあそうですよね、でいいことなんですけどね、うん。なんかサービスエリアにさ入るのにも順番待ちしててさ、トイレ間に合わないからって歩いてる人がいるって言ってさ、ニュースで出てた。まあそうやろね。みゆき P さん、登録者数がどんどん増えていったり、新車紹介動画や花輪さんとのコラボ動画の再生回数が10万回か、うん、超えていたり、民としてはめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いつも海外から応援していただいて、犬人さん、嫁ランドさん、パスタ食べたいなんて言ったらケイチョンさんに突されちゃうよよっちさん、カルビは何なんですかって。ああ、いや、あれだから、チビランドがクローバー書いてたでしょ、うん、クローバー喜ぶかなとか言って書いてたから、うん、カルビ書いたら喜ぶかなと思っただけですね、うん。そんなに私カルビってカルビを好きって言ったこと一度もないよね、知り合ってから。貝阿波秀明さんかな、最近の切り抜き動画の小競り合いがおもろです。ありがとうございます。編集さんがアドリブで作ってくださって、また作ってくださったらアップしていきたいと思います。白熊さん、食事系動画以外を出していただけると助かります、ね、以外も出てますよ、ぜひご覧いただきたいと思います、うん。なんでご飯食べてるとこ見るの嫌いなのかな。私たちご飯食べてるのが好きだよね、大好きですかね、うん。ゆきっちさん、こんばんは。明日は休みなので白ワインの炭酸割りで晩酌しております。おしゃれ、ね、花揚げチャンネルとのコラボとても楽しく拝見しました。サムネがホームパーティーな感じでとても素敵で、登録者数もどんどん増えて嬉しいです。新ヘアスタイルめっちゃタイプです。あら、よかったじゃん。新ヘアスタイルというほどのことでもないんですけどね、ありがたいね。まあ普通に短くしたみたいな感じ。そうあれじゃない、前髪がすごいある感じするんじゃない。あー、そういうことかな、うん。すももさん、嫁ランドこんばんはこんばんは、ちょっと遅刻しました。店長の奥さんさん、母の日に桃式さんのすき焼きセットを送りました。とても喜んでました。ありがとうございます。いや、こちらこそ。もういついただいても喜ぶよね、あれはね。ポンズさん、淡路島に、4月22日に淡路ハローキティアップルランドができましたよ。キティちゃんのリンゴのうちで360度キティちゃんの世界を体感できるそうです。あ、なんか前にもなんか言ってくれてたね、うん。私が行きたい。今日チビランド寝る前にさ、うん、最近いつも楽しい夢を見なさいって言ってから、はいはいはい、ちょっとマインドコントロール的な感じで夜中起きないようにいい夢を見なさい、楽しい夢を見なさいって言うんだけど、何の楽しい夢見たいっていう話をするんだけど、今日はマイメロちゃんとハローキティちゃんが家に遊びに来る夢を見るって言ってたよ俺が寝かしつけたやろ、うん。でいつもだいたい毎晩こう寝る直前に電気消してから、うん、今日は何が楽しかったって聞くんです。何々楽しかったよってパパはって聞かれて、パパこれ楽しかったよって、このくだりがあるんですけど、今日はそのせいか何が楽しかったって聞いたら、うん、もう楽しい夢見る準備できてるから大丈夫だよって言われた
昼間の楽しかったことはどうでもいい、どうでもいい、これから楽しいことが起きることを想像すると。そうそうそう、なるほど、前向き。おみおみさん、嫁、いつも嫁ランドさんのインスタ楽しみ、髪色素敵です。あ、嬉しい。そう、なんかしっくりさんがいい感じにやってくれました。なんかね、すごいんだよ、あの先っちょ尖ったさ、うん、櫛あるじゃん、はい、薄い先っちょ尖った、はい、わかる？わかんないけど、はい、どうしてわかんないの？もうそれがわかったところでそんなあれやから、こうやってピンってなってるやつ、反対側ね。あ、そうそうそう、うん、それでさ、こうやってさ、これ尖ってるとこね、こうやってこうやってちょっとずつちょっとずつこうやってさ拾って、わかる、うん、ちょっとずつこうやって明るくしたいところを拾うんだよ、こうやってしゅくりさんが。それでさ、アルミホイルね、私の手が例えばアルミホイルをこうやって下にさ、こうやってやって、それでハケでさ、ピッピッピッってさ塗って、こうやってアルミホイルピッピッって閉じるの、それで染めるの、明るくするところ。だいたいそうやと思うわ。何今の、何やろ今の。でもさ、明るくするところをさ、いやそれよりさ想像すんだよ。だって今さ、うん、インスタでさ、うん、よう見るけどさ、うん、こんなラバーの球体の半分みたいなバッてかぶってやで、いやあれ絶対変なると思う。そこにいっぱい穴開いててやで、そっから抜いて染めるやつもあるやん。いやあれ変なると思うよ。なんかね、ああいうのあんの知ってるって言ったら、うん、あれはなんちゃらかんちゃらだからあんまりみたいな。全然話覚えてない。だって目分量でこうやってやってさ、いい感じになるの想像するのすごくない？ちょっとなってんだからさ、ね、現にさ。もうちょっとちゃんと説明してくれるって言われないかなこれ。中島隆之さん、嫁ランドさん、母の日にイヤリングプレゼントもらってましたけど、今つけてるやつですか？そうですそうです、ピアスいただきました。はい、はい、なんかチビランドは私が選んだんだって言ってました。なわけないやない。チビランドが選んだって言ってたよ。早くおもちゃ買いに行こうしか言ってなかったよ。俺選んでる時よく分かったじゃん、私の好み。いやまあなんとなく、それはね、こんだけいたら大外しはしないですよね。萌え M さん、嫁ランドハイライト入れられたんですね、見せてください。嫁ランドインスタご覧いただけたら、今じゃあんま分かんないか、うん、照明がこの辺とかちょっと分かりますか、うん、これレイカさん、レイカさん、最近チャンネル登録させていただきました、ありがとうございます、ようこそ。ミトンさん、初めてコメントさせていただきます。お二人は母の日は何かされましたか？はい、それぞれの母にお花を送りまして、うん、はい、はい、いつも通りでございますが、そうなのよ、多分ね、まだ花粉あるよね、しほしほさん、なんか鼻がね、鼻がおかしいんだよね、ずっと。藤原、そうそうさ、藤原ランドも鼻声じゃないかしらんと。藤原ランドはもともとこんな声、藤原ランドはこんな声で、今日はちょっと多分枯れてますね、ロケ行ってたんで、昼間。レイカさん、嫁ランドさんみたいな女性憧れですよ。いやいや、大した女じゃないです私なんて。ね、本当本当じゃないわ、自分で言う分にはね。人に言われたくないんですけど、うん、何これ、クララさん、炙りカルビって5回言えますか？なんで、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカブルビ、アル、あ、アルビ、アルミになっちゃうんだ、アルビカブリ、アルビアルビカブリ、最初からアルビカブリって言ってんじゃん。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカブル、あ、言われへんな、言われへんな、え、炙りカブ、ん、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカブリ、炙りカルビ。それもうそんなゆっくりは全然なんか、それ言うとるだけやろ、ちゃんと。
早めの難しい、ね、炙りカルビ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 、あ、言えた、言えた、すごい、4回目がしんどいな、うん、ああ4回目だね、うん、最初のあに、うん、もうええわ、もうええ、もうええ、なんとなく2人で次行こうかってこうやったよ、うん、うん、気になっちゃった、人類最強の男さん、久しぶりの生ランドやフジオランドが新車動画上げたその日に僕も新車買いました、あら、おめでとうございます、僕も背伸びして外車買いました、わーすごい、そしてその日に人生初の髪型ドレッドにしました、うーん、平野歩夢くんに憧れてやったんですけど似合わなさすぎて早くこの髪型やめたドレッドってさ、でもいいじゃん、ガシガシ洗えないでしょ、うん、髪なんか、でもあれってさ似合うっていうかもう心意気みたいなとこないですか、確かにやったもん勝ちみたいな、ね、うん、そう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 、うん、俺ってこういうやつだから的な、うん、いいんじゃないですかね、会社がどういう会社乗ってあるかやけど、ドレッドとかけ離れた会社乗られてもね、ジープとか乗ってほしい、ジーンとかなんかちょっとこういかつめの車やろ、うんうん、やっぱビートルとか乗られたらええってなるやんか、何に乗ってはるんでしょうね、いいですね、楽しみでしゃあないと思います、マリコ・アームストロングさん、アメリカから応援してます、ヨメランドのレシピは本当に美味しくていつも真似させていただいてます、ナポリタンは家族にも大好評です、嬉しい、ありがとうございます、ナナニユズハさん、佐藤の動画と自宅忘年会の動画がマイブームです、あら、嬉しいな、その何回も見ていただいてるんですかね、ありがとうございます、うんうん、結構長い動画だったよね、自宅忘年会、うん、30分ぐらいあったんじゃないかな、ね、うん、佐藤 VV さん、今後登録者数さん増えても毎週生配信してくれますか、します、今んとこそのつもりですけどね、うんうん、これもなんかフジワランドの特色かなってもう思いますので、毎週やってるのも、スマモさん、花輪チャンネルとのコラボありがとうございました、嬉しすぎてどちらの動画も何度も見てます、ありがとうございます、大輔ワンス37さん、こんばんは、21歳です、社会人になりたてで今は新しい環境になれるのにとてもしんどいです、いつもフジワランドさん、ヨメランドさん、チビランドちゃんの楽しい動画を見ると仕事頑張ります、会社でテストがあるので頑張ります、おテストなんかあんだ、うん、少しですが遅らせていただきます、これからも頑張ってください、応援してます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、テスト頑張ってくださいね、なんかあテストってなんだろうね、なんか資格かな、会社内で、なんかよく銀行に就職した友達とかがさ、うん、なんかすごい資格を取らなきゃいけないって言って、うん、あの保険系とかさ、うん、だからなんかせっかく就職できてもすごいまた勉強しなきゃいけなくて大変みたいなの聞いたことあるけど、うん、大変だよねJ クールさん、知ってることをゆっくり聞いた、何を、ハイライトの下りねなんちゃらかんちゃら言うてはろう、うんうん、ね、チャラヘッチャラみたいなね、書き方が、それを言うのはシュクリさんやけどな、何が、うん、もう伝わってへんねやったらええわちょっと分かんなかった、ラビットさん、連休は藤原ファミリーはどこかへお出かけしましたか、いや、うん、ちょっとね、お出かけはね、連休は今回は、うん、あのゴールデンウィーク期間中には行かなくて、うん、ちょっとこの後に撮影も兼ねて、うん、あるところへ行こうかなと思っておりますので、楽しみにしててください。チョコさん、藤原さんも染めたら似合うと思います、いやー、なんか今更ね、今さらちょっとね、うん、そんな感じになって、もともと真っ黒じゃないしね、なんかうん、ちょっと茶色いしね、うん、中島孝之さん、ちびらんどちゃん、ひらがなはどうやって覚えたのですか、風呂にひらがな表を貼ってて、うん、そっから徐々にですかね、ある時私が買ってきて、うん、
なんかずっと音読して、うん、あいうえを書きくけこうって言って、うん、音読させて、その後書いたりするのはドリルとか。ゆうさくさん、うん、動画見てチキンタツタ食べたくなってお持ち帰りしたらプチ貧乏くじまでついてきてアイスコーヒー頼んだのにコーラが入ってました。ヨメランドは貧乏くじに当たった場合どのくらいからお店に伝えますか？ちなみに我が家はあるあるな間違いは諦めることにしています。あ、私一回マックドナルド電話したけどね。あ、そう、うん、ポテトの件で入ってなかった。あ、もうね、そんな、確かに。で、そしたらなんかレシート持って来てくださったら、あったな、うん、あの、お渡ししますって言われたんだけどなんかしばらくマクドナルド食べたくなくて、うん、結局行かなかった。斉藤優さん、間が空いちゃった。浜田さんと言ってた五分をもう一度復帰してほしいです。いやいや、これこういうのいただくんやけど、これじゃあ復帰しようで、こっちの気持ちでできることじゃないからね。それは当然したいですよ。でもこうやって言ってくださる方がいるのありがたいね。ありがたい、本当に、うん。萌え M さん、今後どなたとコラボしたいとかありますか？だって。あるよ。あるんだ。ある。あるけど、まあそれ言う、言ってたらつまんない。いや、ちょっとこう到底無理かなみたいな。アデュア、コラボっていうか会いたい人が多いな。アデュアって何？会いたい人が多い。YouTube 上に、うん、うん、この人会いたい、この YouTuber さん会いたいとか、うん、だからコラボじゃないのかもしれないね。ネタもん勝ちじゃん。ちょっとあまりにフジオランドとかけ離れてる人だからな。あ、そうなんだ。そうなんですよね。だから好きな YouTuber さんってことかな。ありますか、会いたい、コラボした YouTuber さん。いつも見てる YouTuber さん。私最近 Netflix ばっか見てて YouTube 見てないんだよね。全く。ほんま見てない。いや、カジサックさんとか見てるよ、うん、もちろん。てんてんさん、ヨメランドさん、今までやってきたダイエット方法などありますか？ない。あ、だからほんとさ、近くに来てたから会いたかったよ、あの、ハラミちゃん。うん。はい。ピアノね。ハラミちゃん。ハラミちゃん会いたいね。ハラミちゃん。だってストリートピアノがあるところには出没するんだよ、うん、ここにあるって思ったら来てたんやな。そう、うん、で、あとほら前ほら浜焼き行った時、浜焼き、うん、木更津の、あれ木更津だよね、うん、行った時にさ、海ほたるのとこにもさ、ストリートピアノ置いてあったじゃん、ね、うんうん、もしかしたらハラミちゃん来てたかもしんないとか思ったらさ、確かに。いや、こういう瞬間になんか来てると運いいんだろうなと思って、うん、やっと到底貧乏くじを持ってる私は会えなかったですよ。積み重ねて積み重ねてドンがあるかもしれない。そんなしょっちゅうしょっちゅうストリートピアノあるところに出会わないじゃん。どうする、あんまりピアノの上手くないさがりちゃんとかでやったら。何それ、さがりちゃんって。だったら私が行くのと変わんないじゃんね。あとさ、秋葉原とさ、時々さ、うん、あの三越行くんだよ、うん、三越ってさ、真ん中にさ、あのパイプオルガンっていうか、なんかピアノみたいなの置いてあるのね、うん、なんか、ああいうところとかにさ、来たくんないかなとかさ、うん、前さ、あの広瀬香美さんとかがさ、三越でさ、うん、あのクリスマスの時期にさ、歌ったりとかさ、うん、してる YouTube ね、あったのよ、広瀬香美さんの。ああいうタイミングで行ってたら私会えたのになとかさ、まあまあまあ、自分が行ってるところにさ、そりゃみんなそうよ、うん、それでなかなか会えなくて、会えるからすごいわけであって、そう、会いたいな。人類最強の男さん、ヨメランド5名とジープのラングラー買いました。あ、かっこいいの買いましたね。髪型見て会社の部長からが膝から崩れ落ちてました。え、ダメなの？まあ膝から崩れ落ちてたぐらいで済んだからいいんじゃないですか。ねえねえ、うん、
さゆりアンダーバー M さん、ささみこん揚げ味噌マヨ味でやってみたら意外と美味しかったですよって。味噌マヨチビランドも好きだよね、うん、きゅうりとかよくつけて。スマイル A さん、小学生になった息子が今日初めて一人で帰ってきました、うん、6歳の子には学校から家まで遠いし、車の確認ちゃんとするかなど心配すぎて途中までこっそり隠れて見に行き、気持ちわかるな、息子が着く、前に家にいるため走って帰って出迎え、帰ってきた息子をめちゃくちゃ褒めてあげました。かわいい。こちらは泣きそうになってましたが、息子は自信満々の笑顔でした。いやちょっと泣きそうなるね、これ本当だね。ちょっと初めてのお使いじゃないけどね。うん、あれ集団登校下校みたいなのないのかな、今コロナ禍でないのかしら。かもしれない。私小学校の時って近所にいるあの高学年の子たちと一緒に行ってたよ。俺は学校によって違った。あ、そう、うん、どうやって行ってた。一人で行ってたよ、1年生。新潟の時、あの1年生の時はあそこ生駒やろ。あ、生駒、うん、あれ下から駅の下やん、小学校。はいはいはい。ランドセル重たいの持って俺引きずりながら帰ってきたね。あ、ちっちゃかったんだもんね。新品のランドセルアスファルトに引きずりながら帰ってきた。最悪、ガチ切れなんだけども、そんなの重たいからしゃあない。まあでもあの小学生でもさ、うん、あのランドセル重たすぎてさ、うん、なんかなんていうの、なんか肩こりとかなんか結構体に不具合出ちゃう子いるんでしょ。いるね。だからああいうのを重たくすんのやめようっていう話も出てきてるからね、うん、今でこそさ軽いランドセルって出てきてるけどさ、私たちの時なんてそんな軽い素材のやつなかったじゃない、うん、私は体大きかったから全然あれなんだけど。そうだ、パパちっちゃかったんだもんね。そうそうそうさん、オレンジ事件の藤原ランドの立ち回りも最高でした。ありがとう。ゴブゴブですね。あ、はいはいはい、ありがとうございます。あれはもう最高、自分でも楽しかったです。最高傑作です、ね、うん、最高ですよ。もうさっちゃん、ペコさん、明日息子が二十歳の誕生日、母になり20年早すぎて寂しい、嫁ランドさんの笑顔に癒されようっと。ありがたい。おめでとうございます。二十歳ね。二十歳なんかこう区切りですよね。二十歳っていいよね、すごいね。うん、二十歳か。さっちゃん AKA 悟り世代のおっさん、ゴブゴブでよく行ってたうどん屋さんが復活しましたよ、ね、あ、そうなの。シナノそばでしょ。あ、え、シナノ復活したの。シナノそばでしょ。え、復活したの。あれ復活しました完全に。私ずっと前から。え、肉水のところ。それ千歳。うん、あの、あ、肉水もあったかな、あ、あの角にあった。え、すぐ持ってきてくれるところでしょ。そう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 、復活しはった。え、そうそう、味を継ぎはったの。あ、そうなの。息子さんが食べたことあるよ。私義理の息子さんかな。俺なんでこんな知ってるかというと、あのその情報がゴブゴブ経由でなんかネットニュースになって、うん、早速ツイッター探してフォローしてますから私。え、そうなの。そうツイッターとかしてんだ。ツイッターやってはる。多分まだ店舗探してはる最中。おばあさんがやってたところだよね。おばあさんとおっちゃんな、うん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 、めちゃくちゃ腰の曲がったおっちゃん。はい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 、はい、カウンターよりカウンターえぐってるぐらいのおっちゃんが。でも一瞬で NGK に持ってきてくれる。そうだよね。そうなんですよ。ゆかちん無限大さん、清木場俊介さんとコラボしてほしいな。いや、それはもう大喜びですよ。したらそう、ね、ずっとこうしてる。一緒に遊びたいよね。ね、遊びを教えてほしい。俺バイクと車見してほしい。あ、ね、うん、行くよね、山口県まで。全然行く ね, ね、していただけるなら、ね、うん、で向こうに何のメリットあんねんっていう、ね、何もないよね。お前ら来てワンワン言うとるだけ。してほしいことはいっぱいあるけどさ、して差し上げられることが何一つないよね。何一つない。イヌジンさん、中里依紗ちゃんとコラボしてほしいね。いや、そらしたいよ。いや、そんなもうそれ多いですよ、中先生は。いつも見てます、中先生の。半沢康介さん、ミサ姉さん、鈴木紗理奈さんや中里依紗さんとのコラボレーションお願いします。いや、紗理奈さんもやってるもんな。していただけるんだったらもう。ただ紗理奈さんって絡みある。いや、お会いしたことないと思う。俺もないね、ほぼない。お会いしたことないと思うな、うん。
あ、みーくーさん、バタヤンチャンネルとコラボしてください。一回ねしていただいたんですけど、うんうんうん、またしたいですね。確かに。ね、本当。うん、あら茶瀬さん、本日も素敵なお二人だった。ありがとうございます。ようこそ。ありがとうございます。ショコラさん、こんばんは。今来ました。ようこそ。私もついさっきです、来たの。うん、ポムポムさん、週末は過去動画を見漁りました。結構ミュートしてて勝手に反省して自分で笑ってしまいました。あ、そうなの。いつも見ていただいてる感じがありますけど、そんな見落とすほど。そうか、うちもだいぶ出してるからな、もう、うん、ありがとうございます。これからもご贔屓によろしくお願いいたします。あゆみさん、愛車紹介の次は DIY 動画をお願いします。そう、一個で、ね、企画はあるんですよ。考えてるんです。分かってるよ。ん、分かってるよ、うん、あれでしょ、はい、もう本当に YouTube でやんないといつまでたってもあの部屋はね、物置部屋のままだからね。パパ、いや、ちょっとまだ早ない。早くないよ、ほんま。やんなきゃやんなきゃでもう1年ぐらい経ってるからね。いや、そうやねんけど、まだその小学校上がるタイミングでええんじゃん。いや、そんなあと1年半ぐらいですよ。だからさ、1年半ってことはないやろ。1年半ですよ。だってもうランドセル活動はあと半年ぐらいで始めなきゃいけないんだよ。え、ね、来年ちゃうの。そうですよね、乱活で。そうなんですよ。来年ちゃうの。だって来年ってあと半年ぐらいで来年よ。あと半年ぐらいで来年よって言う。だって来年のこと、秋バーバー、この前会った時、秋バーバーがランドセルさーっていうランドセルの話してきたから。え、だって年中やろ。年長の夏ぐらいに選ぶんちゃう。遅い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 よ。嘘だ。いや、遅いよね。嘘だ。遅いよね、みんな。何言ってんのよ、もう売り切れちゃってるよ、それは。出来上がりが間に合わないんだって。へー、うん、遅いなパパは。ほら、卵活は1年前にしますよ、ね、1年前でしょ。と、年長の夏じゃ遅いじゃないですか。緊張の夏みたいに言うな。パスワード書いて歩いてるようなもんやででしょ。無防備やででしょ。パパ無防備やで、それは。年長の夏では。そうだよ、もう間に合わないよ、それは。自分チャンネルさん、また遠隔操作ドッキリやってください。無理無理無理。あれね、もうヨメランドさんがやる気にならないと、もうこっちをね、私がどうこうじゃなくて、もうよし、やろうかって言ってくれると。ね、よし、やろうかなんてさ、前回だって言ってないんですよね。もうやるからってなんか決め打ちでさせられて、なんかもうやらざるを得ないみたいな感じで。うん、あれは本当に。いや、わかるよ。あれを自分でやりたいっていう気持ちはあっても照れくさいもんね。そんなあれを自分で彼やりたいって言ったら寒いもんね。本当にいい加減にしろよ。本当にいい加減にしろよ、パパ。わかったわかった。本当にいい加減にしろよ。オッケーオッケー、考えるかな。本当、私脱退するからね、藤原ランドから。何脱退って。藤原ランドから脱退する。そんなもう無理だから。できるわけない。どうやって脱退する。無理だから、もう。どうやって脱退する。無理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 。無理だから。もうええって。本当にって病気、振りすぎ、病気、本当職業病だよ。本当に何でもかんでも振りだと思う。ちょうどいい感じで言うて、本当に嫌だよ、本当に嫌だよ。ポンゾさん、藤原ランドさん、ヨメランドさん、ランドセル縦型でしたか、どういうこと。え、私も弟もランドセル横型で、さらにワインレッドとネイビーでした。珍しい色であり、学年に1人か2人しかいない横型、寄り道をしているとランドセルを見つけられ先生に怒られました。横型って何。何横型って。知らん。1人か2人もいなかった。横型って何だろう、ね、いちごさん、嫁ランド、またお昼に生配信やってます。あ、やりますやります。ちょっとティッシュ取ってきてくれ。自分で撮ったらいいじゃん。いや、読んでるやん、皆さんの。私だって読めるじゃん。はい、池本瑠衣さん、辻チャンネルとコラボしてほしい。いやーねー、誰ともコラボしてらっしゃらないよね。だ、受けていただけるかどうかが。うん、ゆうかりさん、りかこさんとコラボしてくださいって。あら、あれ、伊藤家つながりでね。あー、りかこさんしてくださるかしら。すごい、なんか大御所の方がたくさん出られてる。そうね、ピーターさんとか。すごいやん。シンゴ出とったけどな、藤森。ああ、そっか。うん、
なんか仲いいのかもしれないね。もーちゃんさん、こんばんは。今から参加します。約4年勤めた職場を今月末退職します。小学低学年の子供が2人いるので、シフト調整もしやすく働きやすいところでした。これからはフルタイムで仕事をしたので、仕事探している最中ですが、なかなか決まりません。うん、頑張ってください。前向きな ね転職でしょうから、うん、すごいやる気に満ちていらっしゃるから、うんうん、でこれサチさんのめっちゃわかる。2歳児の娘がなんでなんでの質問が始まりました。苦痛になってきました。めっちゃわかる。言うよね、なんで。めっちゃ言う。うちはね、なんでもやけど、うん、今何してた自分がやったことをこっちに見てたかどうかの確認なんて言ってたでしょ。今なんて言ってた。今何してた。マジで1日100本ぐらい。最近ちょっと減ったけど、マジで100、ほんま言い過ぎじゃない。100超える。一回ね、正の字書いたのかなって思った時あったぐらい。もうほんとね、うん、あれはちょっと俺一時おかしくないですか、うん、あの自分の名前を入れてね、誰で、うん、チビランド何て言ってたって言ってみたいな感じで、そう、何て言ってたって言ってたね。もうこれ何、今何してたかクイズもうめっちゃ嫌だったね。あともう一回やって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 。いやこれな、受けてたまだええねん。何回かやって受けてさ、うわもう一回やってやったらいいんだけどさ、もう5回目ぐらいからは受けてもいい頻度に、うん、もう一回やって、うん、もう一回やって。あ、拷問だよねあれね。でもね、何でもだよってね、時々は言ってもいいと思うよ。言ってたし私も、うん、何でもってね。なんでだろうね、わかんないな、何でもかなみたいな、うん、今日もでもさ、飯食ってる時にさ、ほんまに大人なんか考えもせんけどさ、うん、パパ、お魚の耳はどこにあるのって言われたら、あ、言ってたね。ね、知らんで済ませられるけどさ、私耳なんてないんじゃないって言っちゃう。調べました、スマホで。えらい。魚の耳はどこって検索かけてる人いたわ、うん、中にあんのね、体の、うん、内耳。え、じゃあ聞こえんの。聞こえる、聞こえるは聞こえてる。魚同士で聞こえ合ってんの。いやだからさ、結局さ、水槽ドンって叩いたらビュッて動くやんか。あ、水槽叩かないでくださいって書いてあるもん、ね、うん、あ、音が入ってんねやっぱね。それだからこう、彼らのチビランドのは耳に外出てる、パブも外出てるけど、うん、お魚は中入ってんのよって言ったら、うん、リアクションすると思いながら納得したんじゃない。子供の頃からそんなこと疑問に思ったことあったかな。思ってたんじゃない、まあ、疑問に思ってないから知らないんだろうね。うん、まあ、でも言っててその答え聞いても覚えてないとかもあると思うよ。虫は何、虫は耳あんの。それは自分で調べろ知ってる人いる自分で調べろ。あんた自分で調べるよ。そうだね。カノンイン USA さん、森木さん、さりげない存在感で、でもやっぱり面白くて、これからが楽しみです。選手はどの動画も美味しそうなものばかりで、どれも拝見しながらお腹が鳴りました。アンテナショップに出てきた柿の種のやつ、すごく美味しそうだったので、あれ自体はアメリカでは手に入らないので、柿の種を買って自作しようかと思ってます。すごい。でもカノンさんだったら作れそうだよね。なんかすごいですね。ありがとうございます。うーん、ほら、あゆみさんがすぐ1年生になっちゃいますよねって。ほら、本当だ。だってさ、入園してから今までめちゃくちゃ早くなかった、パパ。早かった。そのよう、それよりももっと早く、もう終わるんですよ、幼稚園生活は。白井ひろこさん、キャンプ系の動画は撮らないんですか。それもね、あのグランピングは撮ったんだけど、ね、うん、グランピングは撮ったんですけど、あのがっつりキャンプはまだ撮ってないので、ちょっとね、誰かにあのご教授していただいたら。そう、せっかくね、あの、うん、元マネージャーのゴリラの花ちゃんがロゴスにいるわけですからねお世話になってんのにさ、うん、ゴリラの花ちゃんがねいてるんだからパパがそうやって呼ぶから。今日ゴリラの花ちゃんとロケだったんだけど、うん、私まで花ちゃんって言っちゃう時あるから。あのゴリラの花ちゃんっていうのはあのロゴスの副社長のことなんですけど本当にさ怒られろ本当にゴリラ花ちゃん、柴田くんがですね、元ライセンスのマネージャーで今も番組スポンサードしてくれて番組やってるんですけど、うん、なんかちょっとそんな話も今日してね、うん、フジワランドでこうロゴストみたいな話もしたので、ありがたい、もしかしたらあるかもしれないですね。やりたいやりたい、うん、ほら、ラ
婚活はもう始まってますよ、ね、松山さん。だって私友達が、うん、あの言ってたんだから、インスタでもそろそろ婚活かなみたいな。しおりさん年長の春ぐらいですかねって。ほら年長の春やで、1年後やんけ、うん、年長の春言うたら。えでも婚活がって言ってる友達見たもんだって。年長の春言ってる人多いでお前。あそう、うん、年長になったらすぐとか。ほら年長だったらすぐでしょ、ってことあと半年じゃん。じゃなんで半年やねん、1年ぐらいお前何月や思ってんねんどうなってんねんまあ腹立つわだって半年ぐらいの気持ちじゃんねすぐ来るよってことが言いたいってことね。そう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 、はいはいはい、ほら緊張の夏って言ってるショコラさん、上沼恵美子さんとコラボしないんですか。いやいや違う、知り合いちゃうのよ全然我々みたいなペーペーいい加減にしろよって言ってる脱退でみんな笑ってる脱退やめて言う。鈴野のりこさん、バーガーキング企画してほしいです。うわバーガーキングな俺ね、さっきからずっと言ってらっしゃるよね。ほんま、ほんますいません何回も言わして食べたことないわ俺バーガーキング。多分私もないかも。どこにあるの。この辺がねない、まあ、調べて行ったらいいだけの話なんですけど。え2000人も見てんの。あらま、いやありがとうございます。優作さん、脱退小競り合いは切り抜きやなあ、さゆりアンダーバー M さん、ミキティとコラボしてほしい。なるほど、ママ同士とかね。あー、ありがたい。庄司さんもいらっしゃるし、はいはい、そんなありがたい。庄司さんもやってらっしゃるし、多分ミキティもやってらっしゃるのかな。あー、それぞれね、うん、でどっちかとね、確かに。いやしていただけるんだったらありがたい。たまに庄司さんのチャンネルは見るんですよね、うん、僕、うん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 、面白くて、うん、筋肉鍛えてるだけの日とかもあれば、いろんなことやってるからさ。パパ筋肉鍛えてる系の人結構見てるよね。見てる。で庄司さんのは面白くて見てる。その、うん、筋肉こうなってるなっていうよりは、うん、面白くて。あと一人キャンプとか行きはんねんけど、うん、むっちゃ風強くて心折れてるとことかあれなんか忘れてらっしゃらなかったっけ。箸そうだそうだ楽しいね。スイーツバカさん、こんばんは。じわじわと登録者数伸びていてとても嬉しいです。9万人が射程に入ってなんだかワクワクします。それと私事ですが、転職先が決まりました。言うてはったね。おめでとうございます。希望していた時計業界で働けることになりました。時計なんだ。パパの大好きな。大好きなんです僕時計。腕時計ですかね。これから勉強することがたくさんですが、頑張って食らいつきたいと思います。応援のお言葉ありがとうございました。いや、すごい、いいな時計。どこの時計やろね、私ももう夜中 YouTube で時計見まくってますから、ね、これ見てかっこいい、ミサこれ見てかっこいい、いやわかんないから私みたいな時計筋肉車、時計筋肉車みたいなペースで YouTube 見たりします。なんか全然知らない、ほんと素人さんがやってるようななんかやつとか見てるよね見てる素人のね登録者1000人くらいしかいないような人の見てない。素人のね、あのとある会社に乗ってるね、うん、おじさんがねやってる YouTube があるのよめちゃくちゃ楽しいのなんかねだいたい1時過ぎにそれ見るよね、夜中の。だいたい決まってる時間。そう、ちょっとここで言っちゃうとね、その人のところにバーってなんか、うんね、コメントとか言っちゃったらご迷惑をおかけしちゃうからさ、うん、まあ言わないんだけど、うん、最高なの、うん、なんかドライブしてんだよ、ね、ドライブ一人でドライブしてラーメン食いに行きはったりとか、うん、するんだけども、うん、編集が運転中の編集で心の中の声とか出しはんねんけど、テロップでもうそれもね、なんか絶妙なのね。なんか おじさんのいいとこついてるというか、うん、人気のハンバーガー屋さんとか行ったらもう入れなくてね、混んでて。でもなんかあのハンバーガーの口になってたからって言ってモスバーガーとか行くんじゃね。そうすごくいいのなんか、ね、
ゆきっちさん、春が昔ですが、うちは集団登校、帰りは、個別でした、うん、私が班長、弟が副班長していた時期があり、後ろから遅いだの早いだの文句が飛んできて、どないせいちゅうねんと切れそうになってました、うん、今でもチビですが、小1当時100センチしかなくランドセルの重みでこけたことあります。あら、わかるね、あれでも責任感のある子しかできなかったわけですから、うんうんうん、あれはね責任感あったってことですよね。ピピさん、中尾明さんとコラボしてほしいです、うん、あ、中尾くんいいね。中尾くんが乗ってる車もかっこいいよね、バイクもかっこいい。あの子のおしゃれだよね、うん、センスいいよね、うん、あの中里依紗ちゃんに出てる時のトカゲくんと、うんうん、あの中尾くんと出てる時のトカゲくんのテンションが、ね、テンションがやっぱママとママとパパといる時は違うよね。そう、あれが私結構ツボなんだよね。それでもね、やっぱりそうや、チビランドも嫁、うんうん、ランドといる時は違うし、パパといる時は違うし、あれは息子独特の感じなの。いや、そう、いや俺は息子がおらんから分からへんけど、うん、うちのほらチビランドはもうパパと二人の時はもう財布兼おもちゃやんか、うんうん、ずっとふざけてるもんねずっとふざけてるよね、うん、本当に怒られないからさ、うんうんうん、五十嵐涼子さん、ガレッジセールのゴリさんとコラボしてほしいです。そう、沖縄グルメとかゴリエさんとかやってあるよね、今、うん、結構一生懸命。ゴリエちゃん好き。ゴリさんな、確かに。でもどん、まあでも沖縄グルメやってはるからな、グルメっていう意味ではコラボしやすいかもしれんな、確かに、うん、確かにいいね、ゴリさん。オファー出してみようかな。いつぶり？え？ずいぶん会ってらっしゃらないね。ね、多分ずいぶんお会いしてないか。2017年かな、うん、に本出したでしょ、小説遺産ゲームを出して、劇場でお会いした時にお渡しして、うん、読んでくださいって言って、うんうん、多分結構速攻読んでくださって、優しい。マネージャー、その時、その後すぐおたんかな、結構すぐに、うん、で、あ、違う、手紙にねくださったの、手紙を、うん、マネージャー伝いで、うん、面白かったって書いてて、本の値段が入って、お金が入ってた。かっこいい。で、その後またお会いした時に、うん、お前映像化しないのかって言われて、うん、いやそんな僕撮れませんもんとか言ってたら、お前それはアメリカだったら失敗するよって言われた。あ、はいって言ったけど。アメリカだったらお前できなくてもできるって言ってチャンス取るんだよ。アメリカだったら失敗するよって言われて、はい。でもほら実際映画撮られてるからね、うん、説得力あったよね、うん、確かに。できないっていうのは言っちゃダメな世界だもんね。最初にね、お笑いの世界入って、あ、怖い先輩っていんねんなと思ったの、ゴリさん。あ、そうなんだ、うん。モニーさん、マックでチーズバーガー頼んだらチーズだけでバンズなしでした。さすがに言いに行きました。それは言った方がいいわね。え、うん、ラムさん、小池百合子さんとはコラボしないんですか。なんなん知らんって。 YouTube やってはんの。 YouTube してんの。都知事だよね、うん。やってはんの。都知事だよ、ね、ゆり子のグリーンチャンネルとかやってはんの。すごいなんか自然に優しそうなチャンネルだね、なんか。A ナックさん、シェイクシャックの爆食い希望です。シェイクシャックもうまいよね。おいしい。あの舞茸のバーガー食べてる、秋。あ、うまいよね、あれ。あとなんかあのナゲットみたいなやつ美味しいよね。あ、うまい。うん、ドリンク美味しいんだけど、うん、ドリンク、あのレモネードたまらんわ。うまい、うまいね、うん。ジェイクールさん、ヨメランドさんがつけていた時計ってシーマスターですか。そうです、シーマスターです。ああ、
あれね、奈良じいじがもともとしてた時計なんですよ、うん、でちょっとオーバーホール出して、うん、綺麗にして今夢ランドさんが使ってます。はい、ちょっとあの使わせていただいております。小ぶりでね、多分36ミリぐらいかな、なので女性がしてても。私あの大きいんで体がなんていうやつかも全然分からずつけてた。私シーマスターって言うんだ。シーマスター、そう、うん、眼科の気球さん、ウブロつけてからめちゃくちゃ職務質問されるようになりました。いかついもんね、時計がね、ウブロ、うん、うわ、動画共有さん最高ですね。これ主人が50歳前にして大型バイクの免許を取りました、うん、休みの日はバイクをいじってツーリング、夢中になれるものがあるのはいいですね。素敵、いいね、これいいですね、素晴らしい。真似したいんじゃん。うん、したいね。ゆうきょうこさん、ヨメランドさんの大ファンですって。嬉しい、ありがとうございます。なんだかすいません。さちさん、沖縄来て待ってますって。行きたいね、最近行ってないな。どこに？沖縄ね。あ、行っときは私パパと行ったっきりだわ。映画祭ついてきてたもんね、うんうん、あれ楽しかった。パパが仕事の時にさ、一人でレンタカー借りて、なんか美味しいって聞いたあのなんだっけ、うん、沖縄そばのお店とか一人で行って、あとアウトレット行って、なんかめっちゃ楽しかった。最強の戦士さん、こんばんは、一週ぶりの参加です。天井に動物がいるって言ってたやつです。はい、覚えてます。何だったのよ。何の動物か発覚しました。天というイタチより少し大きい動物でした。業者さんが暗視カメラを仕掛けてくださり見たのですが、死ぬほど家の天井でくつろいでいましたなんとか追い出しと穴の塞ぎは終わり、安心して滑れるようになりました。動物が住み着く家は繁栄成功するという噂を自分に言い聞かせて、飛躍するぞと頑張ろうと思います。しかも天なんていうね、これ、ね、うん、上りに上がっていけそうな名前の動物やから。なんか夕方のニュースとかで見たことがある、あのなんか駆除系のやつとかやるじゃん。あるね。いいじゃないですか、よかったですね。でもいなくなってね、ちょっと落ち着いたんじゃないでしょうか。すごい。あ、ドゥドゥーンの時間じゃないですか。あ、はい、ちょっと、あ、皆さんゆり子のグリーンチャンネル気に入ってくれてはるやんか花タワイエさん、うん、ピザーラの鬼滅セット食べましたか？チビランドちゃんが喜びそうだって。頼もうよ。みんな謎の生物テンだったって言ってるプクちゃん、マックのナゲットの限定のレモンペッパーソースがバカうまです。美味しいんだ。美穂さん、また公園でご飯食べる動画が見たいです、だって。うん、あれいいよね、楽しいし、うん、いい朝だったよ。そうそうさん、八重山諸島の方には行ったことありますか？だってないないです。僕は沖縄もね、本島しか行ったことないんです。私は西表島は行ったことある。え、それって八重山？八重山諸島なの？わかんない。わかんない。西表島なら行ったことあります。私仕事で。じゃあちょっと今週の藤原ランドのスケジュールを発表します。はい、明日5月11日水曜日は藤原ランド美容男子企画でございます。何をするかは、再生していただいてのお楽しみということで、はい、私が美容男子として頑張っていく企画でございます、はい、そして、5月12日木曜日ヨメランドチャンネルです、はい、アクセサリー、普段使っているアクセサリーをご紹介している動画でございます、うん、はい、ちょっと私らしい感じになっちゃってるんですけれども、温かい目で見ていただければと思います
はい、そして、5月13日金曜日は、うん、いきなりステーキさんでご飯を食べてまいりました、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、お腹空くので、うん、ある程度満たされている時に見ていただけたらと思います。 そうですね。はい、そして、5月15日、日曜日、先ほど食べ物以外見たいとおっしゃってたのでこんなんぴったりじゃないでしょうか。久しぶりにスリーコインズさんを爆買いしてまいりました。はい、スリーコインズちゃうんかいいうのばっかり買われてます。うん、でもね、はい、めっちゃ良かったのがあって本当使ってほしいみんなにっていうのがありますんで、うん、まあ、その商品自体全体のシェアから見たらめちゃめちゃ安いってことだよね。いや、そりゃそうでしょう、うん、もう破格でしょうね。はい、はい、ぜひぜひ。はい、かゆいね。五十嵐涼子さん、原口あきまささんとコラボしてほしい。原口さんやってらっしゃるんだ。モノマネのチャンネルだよね。モノマネの人会いたいね、また、うんうん、ね、みかんさんもミラクルさんも会っていただいて、うんうん、みんなイボを取る会って言ってるえ、M 森下さん、わーい、アクセサリーめちゃくちゃ嬉しいやって、うん、よかった。でもちょっと私らしい感じになっちゃってるんですけど、うん、本当にアズナブルシャーさん、イボですかっておっしゃってますけど、みんなイボか、見てください、あるでしょシンゴさん、スリコ嬉しいやって。いや、スリコいいよね、うん、よっちさん、ファイブコインズですか。いや、ファイブじゃない、ファイブどころじゃなかったのよコインちゃうやんけっていうね、ペーパーで取るやないかっていう、JJ マル320さん、今日ラフコンなしですか。今日は、はい、まあ、生配信の時はね、ラフコンはいないですけど、はい、スイーツバカさん、時計をしているところを動画でお見受けしてましたが、時計好きと聞いて嬉しいです。働くことになった会社は複数のブランドを扱っていますが、知る人ぞ知る系のブランドが多いです。もしご来店されたら、そっとスイーツバカと名乗りますいいな、嬉しい、楽しみや、時計店回るのが、うん、頑張ってくださいね。え、ほんと、マサヨさん、スリーコインズのレンジでご飯炊くやつ愛用中ですよ。へー、そうなんだよ。売ってたかもしんない。芯で炊けるってこと、うんうんうん、生のお米から、うん、へえ。売ってたかも。うわ、よう分かってはる。ユーランドさん、チューダーの腕時計は使ってますか。あえて使ってます。よう見てはるわ。男の人はやっぱ見るんじゃない、うん、だってパパだってさ見るじゃん、誰が何してるとかね、うんうんうん、女の人がさ、バッグとか靴とか見るのと一緒だよね、うんうん、確かにそうかも、うん、でも時計は見づらいよ、バッグとかより。本当だね、うん、それでも見てるけどね、俺もめっちゃ見てんじゃんみたいになるじゃん。なんならあの動画でも一時停止して、これはあれか、いややだ、なんでよ、やだ、そんなまでして見てんの。それぐらい好きやね、へえ。ロンドン M さん、嫁ランドさんの髪型可愛くして真似しちゃいました。嬉しい、うん、ユーランドさん、魚を釣りに行って堤下店長に料理してもらいましょう、だって。いちごちゃん、ヨメランドはコレクション何かありますか。コレクション何もない、私収集癖あんまりないの。確かに。あ、でもキティちゃんは好きだから、うん、なんか可愛いと思ったら買っちゃうかもしれないけど、でも別に使わないで飾るとかそういうのはない。みんな使っちゃう。よっこ1979さん、42歳にして初妊娠、あさって木曜に帝王切開で息子出産予定です。楽しみ。
人生初の入院手術で今からドキドキです。お二人にカツを入れてもらえ。カツなんて、いやいや、もうそんなそんな、カツなんてそんなんでもない。頑張ってください。無事に無事にね、元気で赤ちゃんを産んでください。いや素晴らしいです ね、楽しいですよ。丸ちゃん丸、チビランドちゃんのカラオケお箱はありますか？ありますね。チビランドちゃんは本村、本村ですね、うん。でも最近さ、ちょっとさ、あのビットモの方が歌うよね。ビットモとあれ何やった、その次やって、あー何だっけ、どう忘れしちゃった、あかんな、もう出てけへんな。何だっけ、リズスタ、あリズスタ、うん、あパパのが若い、リズスタ。でもビットモの曲ばっか歌ってるんで最近。人類最強の男さん、広島グルメ爆食いしてほしいです。汁なし担々麺食べてください。広島 B 級グルメ激うまです。美味しいですよね、確かに。やってみます。ゆうさくさん、アップルウォッチ買ってから時計欲が止まったなって。そんないい、あなんかアップルウォッチしてる人多いよ ね、絶対に手出さないですね、多分アップルウォッチね。うん、あれ出しちゃったらそうなるんだと思いますね。何なのアップルウォッチって。スマホ時計機能もあればスマホもあれば体調管理もできるし、電話もできるのかな。え、じゃあスマホいらないじゃん。いらないいらない。確かアップルウォッチしてイヤホンして、うん、本体家に置いててもジョギングしてたら音楽なるんじゃなかったかな。あ、本体は本体のスマホを持ってなきゃいけないの一応。いや持たんでも、遠出するときはジョギングとかやったらアップルウォッチ半径何キロとかって、いやそれよう分からへんけど、持ってないから。うーん、うん、なんか使いこなせる気がしないわ。田中太郎さん、性能より見た目ですか？性能より見た目というよりは腕時計の機械式と、まあ、クォーツも好きだけど、あの機械感が好きなんですよね。うん、そのいわゆるクォーツは別にしても機械式時計っていうのは電気を使ってないわけですから、そういうところが好きなんですね。うん、電気を使ってないの？電気使ってない、いわゆる全てのパーツの中の組み合わせ、中の振動が動くことで巻かれていく、何の動力もそもそもはないわけよ。え、電池もないってこと？電池も入ってないよ、自動巻きは。何で動いてんの？中にこう振動が入ってる、中で揺れ動くが入ってる、これが揺れることで巻き上げられるわけ。そう、ゼンマイがね、簡単に言うと。だから毎日つけてないと止まっちゃう。そうそうそう。あー、なるほどなるほど。へー。本当はもうこんなね、大きい部品から始まった、こんな時計から始まったの、人間の技術力で。え、大きなノッポのフル時計ってこと？もうそ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 う、そういうこと。あれは実際どうなのか知らんけど、ああいうサイズの時計の仕組みがギュッとなってここにある、うん、すごいじゃん。そうそうそう、めちゃめちゃちっちゃくなったね。そう、最強の選手さん、ありがとうございます。やっと安眠できます。花輪チャンネルとのコラボ、2週前の生配信コメントで予言してしまったと、勝手に喜んでました。そしてお二人の反応薄かったから、だからかと勝手に納得して楽しんで、見てました。これからも楽しみにしてます。江原さんとコラボしてほしいです。あ、確かに江原家チャンネルもね、コラボしてほしいなと思ってるんです。はい、あら、ジュビちゃん大暴れだね。さあ、それではいつもの時間になってきましたので、はい、そろそろこの辺でお別れしようかなと思っております。小春さん、今度チビちゃんの ASMR みたいです。え、なに ASMR、 何食べてる？俺食べてる咀嚼音、グミの咀嚼音とか、確かに可愛いでしょうね。確かにやらしてくれたらいいんですけど。お蕎麦食べてるとことか、麺系食べてるとこ可愛くない？可愛いね、口元めっちゃ可愛い。まださ、ちゃんとすすれなくてさ、今後はムニ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 食べてる。はい、ということで今夜はこの辺でお別れしたいと思います。たくさんのコメントとスーパーチャットありがとうございました。それでは皆様、今週も1週間頑張って、感染症に気をつけて頑張ってまいりましょう。ということで、おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございます。